笠井孝代です。350東京で東京発の活動やアクションを考えています。エンヤのオンリータイムが好きです。子供が生まれて安心安全な未来を子供に残したいと思って関心を持ちました。最近人生で初めて春ではなく秋に花粉症になって、ちょっと気候変動かなと思っています。家族と話します。やっぱり社会問題を考えると気持ちがモヤモヤするので、家族や友達と話すことでちょっとストレスというかモヤモヤを解消します。気候変動対策への向き合い方とか、あと自分の声を政治に反映してくれそうな、声を聞いてくれそうな人かを考えます。誰もが安心して安全で生きられて、かつ自分自身、自分らしくいられる社会を望んでいます。音楽は人生を豊かにする友達です。情報は一時情報にアクセスしてから発信するようにしています。友達や専門的な仕事をしている人に聞きます。理不尽なことを見つけたら声を上げるようにしています。最初の課題は、課題が大きすぎて何をしたらいいか本当にわからないという無力感に陥ったことです。